アルバロ・バレーリニャス・クニャルはポルトガルの政治家。1961年から1992年までポルトガル共産党書記長を務めた。ユーロコミニズムが浸透するヨーロッパの共産主義政党にあって終始ソ連支持を貫いた。コインブラで父、アベリノ・エンリケ・デ・コスタ・クニャルと母メルセデス・シモネス、フェレーラ・バレーリニャスとの間に三男として生まれる。父は、 貴族格にあるパトリシオ家の血を引く、ブルジョワジー出身の弁護士で、母は経験なカトリック教徒であった。1931年、リスボン大学法学部在学中に、当時非合法であったポルトガル共産党に入党。1935年には初めて放送、モスクワで開かれた第7回コミンテルン世界大会に出席し、1936年24歳にして、 ポルトガル共産党中央委員会委員となる。しかし翌年を初めて逮捕される。獄中からソ連の中絶非合法化を支持する内容の卒業論文を大学へ提出し、学へを取得。また、リスボンのコレジオにて数ヶ月間教鞭も取ったこともあり、教え子の中には1974年のカーネーション革命後政敵となり、後に大統領に就任したマリオソアレスがいる。 1941年から1949年までは地下活動を余儀なくされ共産党の事実上の指導者となった。1949年には再び逮捕10年以上に渡る獄中生活の末、1960年にペニシェ監獄から脱獄する。なお、当時のサラザール政権はソ連の潜水艦がペニシェ沿岸に停泊し、 クニャルの脱獄を支援したと主張している。アルバロクニャルベント・ゴンサルベスが政治犯としてカーボベルデの収容所にて死亡すると1961年には当初基調に選出。当時弾圧を避けてモスクワに亡命しており、その後1974年4月25日のカーネーション革命まではパリに滞在していた。ポルトガルに戻ると共産党が合法化されたこともあり。 革命後の政治的混乱の中で手腕を発揮、臨時政府では無認証大臣を務めた。一方この時期、共産党とつながりが深いとみなされていた一部陸軍幹部が革命後の臨時政府の主犯に、共産党よりノバスコ・ゴンサルベースを指名すると、共産党が暴力革命を起こすのではないかとの疑念も浮上した。こうしたことから、ソアレス率いる社会党との対立関係が表面化。 サハによる統一戦線が結成されることはなかった。1992年に初期朝食を離れ、公認にはカルロス・カルバリアスがついたにもかかわらず、引退後数年間はなおも、党内外で強い影響力を保持。また、マヌエル・ティアゴのペンネームで新現実主義小説を多数、執筆した。なお、作家活動は東国中から始まっており、その際書いた、 シェイクスピアの悲劇、リア王の翻訳が晩年になって出版された。2005年6月13日リスボンデ死去。91歳。前年12月25日、同地で娘のアナクニャルが生まれている。ありがとうございます。